ただいま戻りました。あれ？わかった。メンバーにも注意するよう言っとく。わかったって。ったく、相変わらずだな、あのおっさんは。お、トモルー帰ってたんだ。お疲れさん。小春さん、一人で店番ですか？ああ、ダイモンはジュンを連れてフライヤー配りに行ってる。フェリは自分の部屋でずっとドラマ見てるな。なんか最近日本のヤンキーものにドハマりしてんだとさ。どんなフランス人だよな。あとさっきの人はなんだか随分と親しそうでしたね。あのおっさんはまあ隠してもしょうがねえか。刑事だよ。昔名古屋でよく世話になったな。刑事？しかもよく世話になった？どういうことですか？いいだろう、昔のことはどうでも。すみません。それよりあのおっさんからちょっと気になる話聞いてさ。トモルも一応耳に入れておいてくれよ。2時間サスペンスみたいな展開ですね。何ですか？今東京に名古屋からちょっとやべえやつが来てるらしくて、バンドマンらしいんだけど、お前も聞いたことねえか。何年か前、他のバンドと喧嘩したり機材壊したりで名古屋中のライブハウスから出禁になったバンド。あ、噂ぐらいは。確かフロントマンがむちゃくちゃな人でいろいろあって解散したとか。そう、そいつそいつで、そいつは結局暴力沙汰で捕まったらしいんだけど、最近出所して今は仲間引き連れてこっちに来てるんだとさ。何をしにです？さあな。けどまあ何かと物騒な連中らしいから、ライブハウス周りで見かけたら教えてくれって頼まれたんだ。なるほど、そういうことでしたか。しかしいよいよもって2時間サスペンスですね。これドラマなら絶対僕ら巻き込まれるパターンですよ。そんなベタな展開勘弁してくれよ。ですよね。じゃあ後でみんなにも教えときましょう。だな。そういやダイモンとジュンやけに遅えな。夕方には戻るって言ってたんだけどな。早速例の元バンドマンにジュンが絡まれてるとかですかね。そんなバカな話。いや、ジュンならありえる。どうしよう、俺なんでこんな怖い人たちに囲まれてるんだ。いや、その関係者というか。来なきゃよかった、来なきゃよかった。来るんじゃなかった。やっぱり家でゲームしてればよかった。帰りたい。ダイモンさんがたまには外に出た方がいいなんて言うから。っていうかダイモンさんどこよ。助けてよダイモン。どうしてこんな不幸な目に。俺が何したってんだよ。俺はただライブハウスの近くでフライヤー配ってただけなのに。あ、はい、そうです。いつものことだけど、メイクしてないとメンバーって気づかれないな。まあ楽だからいいけど。
あ、いや、そんなには。ああ強引に持ってかれた。あ、圧がすごい。へえ、ってザックさんが初耳。はい、びっくりしました。忘れようにも記憶にない。言っちゃった。なんか強烈な人だったな。ファンなのは嬉しいけど。はい。そして現在、依然状況はピンチ。ダイモンさんも現れず。ザックさんとかって言ってましたけど、でもそんなこと実際は。ひでえ。ここにいたのか、ジュン。すまん、一人にして。ダイモンさん。横にいるのは知り合いか？まあ関係者というか。なぜそんなことを。それにザックなら。ナイフ。お前ら。だからザックならそこに。ダイモンさん。不幸だ。ジュン。ダイモンさんの話からすると、どうやらジュンをさらった奴らというのは。ああ、例の元バンドマンと取り巻きってことで間違いなさそうだな。半分冗談のつもりだったのに、本当にこうなるなんて。しかもさらわれた当人を連れてこいとか、なんかもうすごすぎだろ、ジュン。あいつを知ってるのか？ついさっき、そいつに気をつけろって忠告されたばかりだったんだよ。店に来た名古屋の刑事さんが教えてくれたんです。名古屋の刑事、もしかして小春が昔世話になってた刑事さんか？ダイモンさん知ってるんですか？昔警察まで小春を迎えに行った時によく会ったんだ。来てたのか。俺も会いたかったな。悠長なこと言ってる場合じゃねえだろう。どうすんだよ、ジュンは。すまん。とにかくジュンの安全が最優先だ。指定された時間に公園に行こう。そうですね。あ、フェリさんにも事情を話しておかないと。その必要はないよ、トモル。話は全て聞かせてもらった。フェリさん？いつからそこに？ひどいじゃないか、みんな。そんな面白そうなじゃなくて、仲間が大変な時に僕を呼ばないなんて。盗み聞きしてたんですね。それで向こうの目的は何なんだい？わからん。ただザックを連れてこいとしか。
だけどザックはすでに捕まってると。難題だね。どうしたものかな。事情を説明するかい。やってはみるが、話が通じるような相手には見えなかったな。なら力ずくで奪い返すしかないかな。ダメですよ今暴力沙汰は。公になったらフェスの話もなくなっちゃいます。でもダイモンの話だと、どうやら向こうは僕らのことメンバー本人だと気づいてないんだろ。ああ、俺もジュンも最後までスタッフだと思っていたな。そっか、ノーメイクだったもんな。ということは最後までスタッフのふりをすればメンバーの不祥事にはならない。悪い顔してるねトモル。もちろん荒事にならない方がいいけどね。よし、じゃあ準備するぞ。トモル、釘バットとメリケンサック買ってきてくれ。そんなの売ってませんよ。また変な日本語覚えて。武器よりも身を守るものを用意しとけ。相手は刃物持ってんだからな。そこの雑誌とか濡らして腹に入れとくといいぞ。あとどっかに包帯あったか手に巻いときてえな。何なんですかその豊富な喧嘩豆知識。離れしてる感が半端ないですよ。包帯ならトモルが持ってたよな。確か左手の封印に使うとか。衣装用ですからね。ワクワクするね。これが勝ち込みか。ああ、もうツッコミが間に合わない。でも仮に今回なんとかなっても今後大丈夫ですかね。それこそライブに乗り込まれでもしたら。トモルは心配性だな。まあでもその心配はもっともだ。じゃあ僕は一つだけ武器を持っていこうかな。僕たちの武器、この歌をね。ああ、俺は違うよ。悪いな。ザックの代わりに俺たちが話を聞く。だって、ザックはずっとここで縄に縛られてるし。助けに来てくれた。よかった。まあ、落ち着けって。とりあえずお前、目的は何だよ。ザックに何の恨みがあんだ。は？ああ、もしかしてあのフライヤー奪ってた女の人。あのな、ザックはステージ上はむちゃくちゃだけど、ステージを降りたら半引きこもりの超コミュ障だぞ。ファンに手を出すなんて脅されてもできないだろう。ああ、だが真面目でいいやつだ。取ってつけたようなフォローされた。だから多分全部虚言だよその女のな。じゃあザック本人を見てみろって。はーい、本人です。ほら、この髪の中の色とかザックと一緒。声もよく聞けばザック名古屋人見っ張り、名古屋人根性腐ってる。ひでえ。あとは直接その女から話を聞いて確かめろよ。
お門違いの逆恨みしてる場合じゃねえだろう。おい、うちのギターに手を出すんじゃねえよ。フェリーさん、静かにしていてください。小春さんが相手しているうちにジュンを助けますよ。そんな慌てなくても大丈夫だよ、絶対うまくいくから。ほら、見つかったじゃないですか。何やってんだよお前ら、さっさと行け。小春さん、後ろ。背中に気をつけろ小春、攻撃の後すぐ油断するのは悪い癖だ。ダイモン、あんがと。よった。すごい、ダイモンさんが相手の攻撃を全部ガードして、そこを小春さんがカウンター。タッグ格闘ゲームみたい。2時間サスペンスがいつの間にかヤンキーものになってる。待て、そんな場合じゃない。フェリーさん、小春さんが相手しているうちにジュンを助けますよ。小春は強いな。ヒロインを助けに現れたヒーロー、いや、ヒーローを助けに来たヒロインだね。うんうん、曲のインスピレーションが次々と湧いてきた。座って作曲を始めた。こんな時にこの人は。失礼なやつだな。俺は真面目な兼業バンドマンだよ。やめろ、その名前出すな、恥ずかしい。やめろ。奴らが一瞬でおとなしく。小春さん、どんな過去が。聞けない。よし、ならこれで手打ちだ。いいか、二度と俺たちに手を出すんじゃねえぞ。ああ、もちろんファンにもな。うんうん、いいお返事だね。聞き分けのいい子にはご褒美をあげよう。はい、僕たちの歌だよ。バンドマンなら拳じゃなくて音楽で分かり合わないとね。いらっしゃ。あれ、あなたは。なんだおっさん、まだ東京にいたのか。例の元バンドマンの件か。そっか、そりゃめでたしめでたしだな。そりゃどういう意味だろうな。ああ、ちょうど近々名古屋でライブありますよ。ほいよ、招待リストに名前入れとくから。どうだ、おっさん来てるか。ああ、
後ろの方にいたぞ。さっきメイク前に顔を出したら手を振ってきた。そっか、じゃあ気合い入れてかねえとな。どうしたんだい、ジュン。凱旋ライブに緊張しているのかい？いや違うんです。さっきフロアを見たとき、こないだの怖い人がいた気がして。マジか、ちょっと見てみるわ。あれか、なんだあの格好。ファントムのタオルや T シャツを身につけてるな。それにあの手製のうちは大きく春って書いてありますよ。勘弁してくれ。あ、他のファンにたしなめられてうちはしまった。うん、あの様子だとこの前渡した歌ちゃんと聞いてくれたみたいだね。新たな眷属も増えて今宵も素敵な宴になりそうだ。よし、じゃあそろそろ行こうか。一曲目はこの間の春をイメージした新曲だ。頭から飛ばすぞ、合わせろよ、三河の虎。あー、だからもうその名前で呼ぶなっての。今の俺はファントムイリスの春だからな。